久しぶりでございます。今日はとね言いますと、こちら静岡県の伊東市にある、クイーンズスイートというねお宿に来ているんですけれども、今からね貸切風呂にね入りたいと思います。ちょっとね今こちら貸切風呂の方からお送りしておるんですけれども、じゃじゃん、こちら見てください。見ました？結構ねさっきから蜂がブン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 、このぐらいのね大きな蜂が飛んでいるんですよ。で何かと思ったらね、スイスがあったっていうね緊急事態です、まあ、この緊急事態の中ちょっとねうまく喋れるかわかんないですけど、映像を皆様にお送りしていきたいと思います。見えました？なんかねちょっとね遠くにあるのでなかなかカメラだと分かりにくいかもしれないんですけど、目の前にはね海があって、その先に大島が見える貸切の天風呂になります。じゃあ早速ね入っていきたいと思います。かけるからしちゃおうね。いやめっちゃ近いんだけど怖い。大丈夫かな？こんなに入りたくないって思った貸切露天風呂初めてかもしれない。すごいなんか雰囲気いいですよね。あ、なんかさっき私あっちが大島って思ったんだけど、こっちが大島かな、どっちが大島だろう。あの大島ちっちゃくないかな。はじさんはあまり私に興味がないみたいで全然来ないけど、穏やかなハチさんなのかな。なんかすごい手足が長かったんですよ。だからなんだっけ、足長バチみたいな感じだったのかな。あんまり攻撃性がないハチなのかも。よかった、もうこれからアブとかハチとか出てきてさ怖いよ。単純音声なんですけど、結構、性質がぬるっとしてる感じのしっとりした性質です。あー、熱くなってきた。めちゃくちゃ海が一望できます。なんかすごいムチムチだよ、動くようになった。なんか夏までに痩せようとかさ思ってたけど、全然なかなか痩せる気持ちになれない。やばい、早く痩せなきゃ。白豚ちゃんになっちゃいますよ今日は。さ、本当は雨の予報だったんですけど、
外に晴れたので、結構私撮影の日って雨の予報でもね晴れたりするんですよ。だからなんか雨女って思ってたんだけど、意外と晴れ女も最近変わってるのかもしれない。蚊がすごい。なんか夜間みたいになっててすごい可愛い。なんか仕掛け作動ボタンって書いてある。一回起きた5分くらい作動してるんだって。なんだろう。美味しそう。え、ね、見て見て、これめちゃくちゃパンプキンスープなんだけど、すごいたくさん入ってます。これだけでお腹いっぱいになりそう。美味しそう。前菜もすごい。お酒飲みたくなるね。いきます。うん、うまっ。すごい肉厚。いただきます。うん、やんぱ、すごいこの肉厚、めっちゃ美味しい。プリプリ。これがなんだっけ、金目鯛の香草焼きです。金目鯛ってさ、だいたい煮付けのイメージあるけどさ、香草焼きって
すごい珍しくないですか？調べて。おいしそう。今回ね、なんか洋食だからすごいワインにもね合うようにお魚料理作ってくれています。はい、お酒も頼んじゃった。ワインです。はい、うまっ。美味しそう。これだけ、うん、チーズたっぷり。あ、こちら。うん？目が白いから。うまっ。グラタン。え、待って、これめちゃくちゃ美味しい。おいしい。すごい、無香草の匂いがすごい素敵。説明合ってる。いや、これすごいなんかね、香草の匂いがふわっとしてすごい爽やかなんだけどさ、このチーズとトマトソースがすごい絡み合って、もうほんとイタリアンって感じ。お魚料理なのに伝わる？はい、次はお口直しのバシシャーベットです。いただきます。うん、さっぱり。めっちゃ綺麗。じゃーん、次はやっとお肉です。おいしそう。あれ、これで合ってる、合ってるかな、うん、おいしそう、めっちゃおいしそう。いや、ほんと何度も言うけどさ、お肉料理もあってさ、お魚料理もあってすごいよね。いただきまーす。うん、おいしすぎる。お肉柔らかい。うん、でもめっちゃなんか脂身ってさ、甘くて美味しいよね。幸せ。
かね、なんかそういうのしに来てたんですけど、結構遊びに来てた場所なんですよ。あの会社員時代とかさ、結構ゴールデンウィークとか、あとは夏休みとかね、使ってスノーケリングに来てたんで、なんか伊豆に来ると遊びスイッチが入っちゃうかも。ダメですね。でも伊豆ってめちゃくちゃいいところですよね。海鮮もさ、美味しいし、海も綺麗だし、今はね、東伊豆に来てますけど、西伊豆もすごい好きで、そう、結構西伊豆はお魚がすごくいっぱいいるんだよね。西伊豆から南伊豆にかけてが、ほんと、もう沖縄かってぐらいお魚たくさんいるし、海の透明度もね、すごく良好なんですよね。だからよく来てたの。東伊豆はどちらかというと、スノーケリングよりは多分サーファーの方が来るのかな。結構波がね、荒いので、本当に伊豆って東と西でもう全然様相が違うんですよ。東はヤシの木とかがあったり、こうちょっと南国風な雰囲気なんですけど、西伊豆から南伊豆にかけてはちょっとね、ヤシの木がなくて松とか、こういうザ・日本みたいな感じの雰囲気で、ぜひね、皆さんどちらにも行ってみてほしいです。結構こういうテンションとかあるのは割と東伊豆とか伊豆高原の方にあることが多いかな。あ、今回も伊豆満喫しちゃうな。撮影モードにならなきゃ、ちょっと撮影頑張らないとですね。ただこれもね、撮影してるんですけどね、ちゃんと仕事はしてますよ。昨日のご飯美味しかったし、はい、ってことでね、じゃあ今からお風呂に入ろうと思うんですけれども、タオルを取っちゃうので、 YouTube にはね、 YouTube ではお見せできないんですけど、ファンクラブの方を、ファンクラブの方を限定でね、公開したいと思いますので、もっともっとさずりの生の姿を見たいっていう方がいらっしゃいましたら、そちらの方もご覧いただけると嬉しいです。今日もね、最後まで見ていただき、本当に本当にありがとうございました。また次の動画で